はい、それでは諸君、こんばんは。中学2年生、塾長英語で過去形の文を取り上げました。今日は普通クラスの塾長英語でしたので、まあ和訳の方からスタートしました。なかなかまだまだ英訳が難しいので、和訳の方からスタートいたしました。過去形について、ちょっとですね、復習をしていこうという形の問題でありましたね。それで過去形はいいんですけど、まあ、大事なのはですね、過去を表す副詞に注目しよう。例えば yesterday、昨日という過去を表す副詞、これが重要ですよね。 last night、昨夜、昨日の夜ということで、昨夜という last night、それから last week、先週というのがいいでしょうかね。これはもう今朝、朝以外のところからすれば this morning、 今朝という過去の副詞。そして2 years ago、 ago というのが来たら何々前ですので、ここで言うと2年前という形になります。これは3 days ago、 3日前というね、ago がつけると何々前という表現を作ることができます。そしてよく出てくるのが then、これはその時と、まあ、お尻についた前、過去を表したらその時という形、こんな形で訳すとよろしいかなと思います。この副詞形がですね、訳せると、過去形はもう過去しかないから、表現がですね、とっても楽ちんになってくる。 I was busy yesterday ですね、つまり昨日ビジーだったっていうことですので、昨日忙しかった、誰、私ですね、私が昨日忙しかった。そして was というのがね、 am の過去形ですよという形で覚えてくれれば、 I was busy yesterday、 私は昨日忙しかったという形になります。 were、これは are の過去形ですよね。are の過去形で are you っていうのが来るのが were you になれば過去形だった。 were you busy yesterday、 昨日あなたは忙しかったですか、昨日あなたは忙しかったですか、こんな形になればいいですね。 last night、 昨夜、そして watched TV ね、ここは規則変化なので ed がついてますね。テレビを見ました、私は昨夜テレビを見ました、昨日の晩ですね、夜、テレビを見た、こういうことです。それからこれは yesterday でしたね。で went to school、 これは不規則変化 go の過去形でしたよね。 they went to school、 go to school っていうことです。一般動詞の過去形が3番4番これから出てきました。彼らは昨日学校へ行った、そんなだけですね。 went、 これが go の過去形だっていうことが分かれば大丈夫。 my father washed、 これも規則変化だから last week、 先週でした、先週洗ったんです、何を、the car、 その車を、私の父は先週その車を洗いました。 I got up、 これは get up、 get の過去形、 I got up at 7、時を表す前置詞、7時に、起きたんですね、起きた、this morning、 今朝ですね、私は今朝7時に起きました。 I got up at 7 this morning、今朝7時に起きました。She lived、 これも規則変化です。 In this town 2 years ago、 彼女はこの町に2年前住んでました。彼女はこの町に2年前住んでました。これは中にという場所を表す前置詞ですね。これは時刻を表す前置詞、まあ後で場所を表す場合もありますが、この時は時刻を表しています。7時に、これはこの町に、この町の中にということ、あるいはこの町でということになりますね。否定文 didn't を使います。 sing the song、 その歌を歌わなかった。 then、 その時。 we didn't sing the song then、
その時に私たちはその歌を歌わなかったんです。Didn't sing ですね。例えばこれ sing は過去形になると sang という形になります。We sang the song then だったら私たちはその時歌を歌ったんですね。Sing, sang, sang という形になってます。Bought, buy の過去形ですね。This book, 3 days ago. 3日前にこの本を買ったんです。I bought, I buy ですね。その本を買ったんです。Bought で過去形になりました。そんな形ですね。じゃあちょっと一回これ消してみるね。過去のところをちょっと消してみますね。そうすると何が入るのかっていうのが見えてくると、とってもよく分かってくるんではないかなというふうに思いますね。どうでしょうか。こんな感じですね。で、sing と、これが sang という感じになりますね。と、忙しかったんです。私は昨日忙しかった。過去形の be 動詞です。I was が入りますね。で、あなたは昨日忙しかったですか？あーの過去形ですね。Were you という be 動詞の過去形を持ってくる。そして、昨夜テレビを見た watch, watch TV。これの watch の過去形。watch は規則変化だから ed をついて watched ですね。I watched ed をつけます。そして go の過去形は何だっけ ?they to school yesterday. they go の過去形で went. they went. they went to school yesterday.昨日学校に行きました。洗ったなんです。先週その車を洗いました。洗います、洗います。車はこうやって洗いますけどね。wash, washed, washed。こうですね。起きます。get up です。それの過去形です。got up。そして住む、規則変化、lived の過去形、ed なんだけど d をつけるだけですね、今回はね。We didn't 歌う。これは原型に戻っていいですね。Didn't が来てるから。We didn't sing the song then. そして I 買ったんです。この本を3日前に買った。Buy の過去形。Buy, bought, bought, bought. B-O-U-G-H-T ですね。Buy, bought, I bought, I bought ですね。Bought は brought なんてのもありますが、bring, brought, brought なんてもありますね。似たような変化をします。さあ、過去形の文章。まずは過去を表す副詞に注目してみましょう。すると、よーく文章が訳すことができる可能性があります。では、またね。